f i d ドについて説明していきます。f i d ドについては以前の動画で概略は説明していますけど、情報処理安全確保支援士レベルの問題が解けるように、今回応用編として深く説明していきます。まず、f i d ドというところは First Identity Online の略になります。パスワードレス認証を実現するための仕組みで、f i d ドという仕組みの上に生体認証とかハードウェア認証が載っているようなイメージになります。 通常の認証というところは携帯のパスワードロックというところとか指紋認証でロックを解除してそれぞれのサイトにあったパスワードを送信するような形で通信経路上をパスワードが流れるような感じになります。ファイドの仕組みとしてはファイド対応の認証機器というところでスマホ端末とかでも生体認証指紋認証とかを行うものもファイド対応機器があります。 そしてファイド対応機器で認証した場合に、そこの認証情報というところを認証サーバーに送るんではなくて、電子署名したデータをサーバーに送るようなイメージになります。そして認証サーバーの方は、 電子署名を検証しログインを許可するような感じになるので機密情報がクライアントの方にだけあるので通信経路を機密情報が流れることはないというところが利点としてありますそしてファイドの種類というところで現状第1世代と第2世代がありますそして第1世代はネイティブアプリを想定していて第2世代は Web アプリを想定していますそして、 1> 第1世代のファイドの規格というところが大きく2種類あってファイド u a f とファイド u 2 f というところがありますそしてファイド u a f の方はパスワードレス認証の規格になって先ほど言ったようにデジタル署名を使うような感じになりますもう一つのファイド u 2 f の方は2段階認証の規格になります名前はファイドですけど他とはやや性質が異なるような感じになります そしてファイドの第2世代ですねファイド2というところで大きくその中に2つの規格があります w e b オースンと c タップになります w e b オースンの方は Web ブ,ブラウザーでパスワードレス認証を行うための規格になりますそして c タップの方は外部認証機器を利用するための規格になってパスワードレス認証プラスアルファのイメージになります そしてファイドの流れの方ですね。事前の準備としては、この認証機器の方で鍵ペア、公開鍵と秘密鍵のペアを作成して、認証機器の公開鍵を認証サーバーの方にあらかじめ登録しておくような感じになります。そしてファイドの認証機器の方がログイン要求をすると、認証サーバーの方からチャレンジコードが送られてきます。そして、 この認証機器の方がチャレンジコードを認証機器のこの秘密鍵で電子署名をして送信するような感じになります。ここで機密情報が漏れることがない。つまり、この認証機器内で機密情報が 保たれていて、いこの外部に送信されるものはチャレンジコードを認証機器の秘密鍵で電子署名したものになるのでこれがファイドの利点となります。認証サーバーの方でここの丸1で事前にやり取りしていた公開鍵で電子署名を検証してログインを許可するような流れになります。では実際に情報処理安全確保支援士の令和元年秋 午前当一の方でこちらファイルの規格の方が問われていますのでこちらの方確認していきましょう認証処理のうちファイル UAF1.1 に基づいたものはどれかというところで先ほど話した内容ですねパスワードレス認証の規格でデジタル署名を使うものになります ですので、正解はこちらの方ですね、デジタル署名というキーワードがある SARS 接続時の認証において、スマートフォンで顔認証を行った後、スマートフォン内の秘密鍵でデジタル署名を生成して、そのデジタル署名を認証サーバーに送信したというところが正解になります。